1月17日にジャパンツアーで来日したパリ・サンジェルマン、18日には秩父宮ラグビー場でキッズサッカークリニックを開催しました。小学生を対象にしたキッズサッカークリニックでは、まずパリ・サンジェルマンのコーチの指導を受けながら活発にトレーニングを行っていました。次世代スーパーチームパリ・サンジェルマン、キリアン・エムバペ選手、リオネル・メッシ選手、ネイマール選手、セルヒオ・ラモス選手、マルキーニョス選手です。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ、ラモス選手とエムバペ選手とネイマール選手がリフティングをしています。これを生で見られるとは、なんと贅沢な時間なんでしょう。今回の動画では本イベントに登場した5選手の着用スパイクをレポートしていきたいと思います。まずセルヒオ・ラモス選手ですね。白と金のスパイクを履いてますけども、こちらがですね、ミズノのモレリアネオ3ベータ SR4 です。セルヒオ・ラモス選手のシグネチャースパイクですね。公の場で着用するのは多分今回が初だと思います。で、右足のかかと部分にスペイン国旗が入ってまして、左足にはラモス選手の出身地であるアンダルシア州の旗が入ってました。セルヒオ・ラモス選手は2022年の2月にミズノと契約しました。着用スパイクはモルイアネオスリーベータで、今回ミズノと協力してシグネチャースパイクをリリースしたという形になります。そしてネイマール選手ですね。で、プーマのフューチャー Z というスパイクを着用しています。アジリティがコンセプトのスパイクですね。このね、ブラックとネイビーの中間みたいな色がベースで、そこに蛍光イエローが組み合わさっているカラーですね。これがですね、まだ未発表なんですけども、フーマ契約選手ということで、こう先行して着用している感じだと思われます。で、かかとのとこには NJR ロゴとか入ったりとか、背番号の10もね入ってますし、ウィートソールのデザインド派手ですよね、これね、すごい。で、ネイマールは2020年の9月にプーマと契約しました。エムバペ選手ですね。で、近くで見ると意外とこう背が高いと言いますか、はい、でシュッとしててね、かっこいいですよね。着用スパイクはナイキのズームマーキュリアルスーパーフライ9です。エアーのロゴがね、印象的ですよね。7月に発売されたばかりの新作のマーキュリアです。今回はアウトソールにズームエアが搭載されているっていうのがね、非常に大きな特徴になってます。メッシ選手とマルキーニョス選手については、ちょっと別のところで1対1のトレーニングをちびっことやられてまして、そっちちょっと時間がなくて撮れなくてですね、ちょっと撮影素材があまり撮れませんでした。申し訳ありません。で、この白のアディダスのスパイクがメッシ選手のやつで、マルキーニョス選手はナイキのファントム GT2 っていうスパイクを履いてます。で、メッシ選手はアディダスの X スピードフローっていうモデルですね。メッシが履いてるやつは、スタッドの形状とかですね、あとインステップの部分のところとか、かかととかがいろいろ特殊仕様になってます。というわけで、パリ・サンジェルマンは20日に川崎フロンターレと、23日に浦和レッズと、で25日にガンバ大阪と対戦する予定になってます。どういったね、試合展開、そして結果になるのかっていうのは非常に楽しみですね。